来年は32、うん来年は 32？ ちなみになんだけど、船長一応17歳なんだけど、もし、万が一仮にね、もしかして例えば、ヨシンバ30歳だとしても、30以上は行かないことに決めてるんで、もしかして32歳かなって思ったとしても、ね、まあ、30歳、あわよくば17歳って感じで、行きたいと思ってるんで、ちょっとね、30以上に進むのはやめてもろて、これで行くんで、マリンは決めたんで。永遠の30歳ってこと？違う。永遠の17歳。でももし、実年齢がバレちゃったーっていう時は30歳ってことで行くから。うん、これカンスト。うん、これ上限。上限来ました。カンストです。これ以上もうないんで。30以上ない。レベル30で終了なんで。もうサバ呼ぶの疲れたでしょ。全然疲れてないよ。船長は別にサバ読んでないもん。嘘もついてない。堂々としてるよ。堂々としてます。サバを読むっていうのはさ、もうちょっとさ、マリンのポケモンの世代は、ダイヤモンドパールかなみたいなのがさ、サバ読みでしょ？マリンはルビサバだから。って感じで、別にそこはね、堂々としていくから。金銀です。金銀はちょっと、おじちゃんだよ、君。金銀は。赤緑はもう、ほんとマリンが手玉にコロコロ取れちゃうタイプのもうおじさんです、それ。一番マリンが得意とするおじさんだね、それは。赤緑おじさんたちにとってマリンはピチピチで可愛いわけ。簡単にコロコロと手玉に取れちゃうわけよ。そうなんでしょ？おじさん？コロコロ転がされちゃってんでしょ？ダイパは？ダイパ世代？ダイパ、ちょっと船長あんまり、あんまやってなかった。船長ね。結構、ポケモンは、リーフグリーンからやってないんだよね、当分。帰ってきたのが、いや、サンムーンかな？いや、オメガルビー？アルファサファイア？みたいなあったじゃん。ルビサファのリメイクだーと思ってそこで一回帰ってきた。あれ？それって、サンムーンより後か？ちょ、まあ、わかんねえ、もう。よくわかんねえ。